はい、皆さんこんにちは、ワナリのルージです。では今回は信長の野望天下創生続きをやっていきましょう。前回ですね、まあ姉小路攻略したというのが一つと、足利義昭を報じて上洛戦を開始するよというところをお届けしたと思います。で今回はその続きになるんですが、なんといってもですね、兵力が足りないというのがあったので、兵力の増強のために安土城から前田慶次はじめ滝川一正、あとは八須賀小六といった武将を一旦岐阜に動かしました。なので今回岐阜からですね、攻略戦を行っていくということになる形になります。お金が全くないと、なんとも情けない状態なんですが、まあ、金がない時は略奪するということで、早速このあの津城へ兵を進めていきましょう。信長は出陣しないのか、信長も出した方がいいよね。一鉄を外して、一鉄を解体して、そもそも出陣できないっていうこと？できないね。じゃあしょうがない。総大将はここは勝家だろう、さすがに小六ではなく。武将としては粒は揃ってますね。八つか、あの小六ですね、いわゆる小六に数ます。勝家、前田慶次に明智光秀、一徹に義成、あとは奥村という鉄砲隊の構成になります。じゃあこれで勝家を総大将に出陣していきましょう。立てこもるよね。敵の数6600、多いな。思ったより全然多い、全然多いんですが、だからといって特に変な動きはせずに、確実に敵の攻撃をしのいでいこう。で出てきた敵を確実にね、攻略していきます。足の速い部隊はいないんだな今回。そうなると、一徹の部隊を一旦回り込ませよう。このままね、せっかく追い詰めた敵の部隊をみすみす取り逃がすってことになるんで、正勝の部隊はいるんですが、一旦は打ち壊しに専念しよう。敵部隊壊滅。力攻めするにはまだちょっと早いと、少々もうちょっと敵の部隊をね削っときたいので、おびき寄せを行っていきます。まだ敵出てこないか。このままね、焼き打ちを行ってれば敵が出てくるんじゃないかなと思うんですが、出てこないですね。
まあ賢い選択といえば賢い選択だな。しょうがない。であればだいぶ敵の数減らしてるので一気に総攻めにかかりましょう。まあ重いとはいえね、まだこの時点の各城はそこまでの強固さはないので、まあ叩けばなんとかなるかなという感じですね。さあでは歌舞伎門を叩いて城内へと入っていきましょう。関は打ち取ったか。久喜義隆が残ってるね。あとはあーでもあの頭上は天守持ちですね。館ではない、天守持ちですね。熊本城タイプの天守。立派なもんだな。お、久喜義隆も打ち取ったか。結構打ち取り率高いですね、思ったより。いやー天守は硬いね。やっぱり守備兵として大将長野が入ってるというのもあってか、いやいや思った以上に硬いね。いやいやいや、これは落とせないかもしれないぞ。矢倉を先に潰しとく。そうすると矢倉を潰しておいて、まあ来たるべき長野家の再攻略戦に備えますか。おっと出てきた。これはいいぞ。潰そう。矢倉が攻略されるのに耐えきれなかったな。あとは削り合いですね。少し分が悪かったかな。惜しかったですね。ただ次で確実に仕留められるかな。敵の大将を引きずり出すのが少し遅かったですね。まあ、ここは退却しましょう。何？また家康が攻められてるのか。援軍を送ってあげるしかないけど。義成、あとは信兼以上かな。長宗我部は四国制圧に向けて順調に進んでますね。お、まどかちゃんだ。まどかちゃん結構好きなタイプの顔だな。
武将に取り立てるだと。いや、姫のままでいてよ、姫のままで。正直、ダネ工事の大道場は捨ててもいいんだけどな。さて、お金がだいぶがっつり入りましたね。これを待っていた。再び武家町をじゃあどかすか立てていきましょう。あとは計略内容だね。で、あとはもちろんあの頭上、ここの攻略もう一回しっかりやってもらおう。敵の数はだいぶ減ってますね、案の定。ただやっぱりね、まともにぶつかるとまた兵がすり減るんで、ここは焼き打ちを行って敵をおびき寄せましょう。我慢できなくなって出てくるのを待ちます。なかなか出てこないね。我慢比べかな。ちょっと城門の外に出てるね。でもこれはありがたいぞ。潰しちゃおう。こんな歌舞伎もあっさり潰せるでしょう。そしたら敵のこもり櫓だな。この櫓で囲んじゃえば長野の800、これ潰せますね。矢倉攻略できれば。ただ、さすがに守備兵が入ってると重たいね。重たいわ。守備兵の入ってる矢倉は重たい。隊は撃破しましたね。壊滅いたしました。あとはこの熊本城の天守よ。ここがめちゃくちゃ重たいよな。どうなんだいという感じがしますよね。まあ、半分ぐらいまで削りましたけど。
やっぱりこの鉄壁マジで強いわ。付録がいてくれたおかげで最小限のダメージでなんとか来れましたもんね。これであの頭上取れれば北畠攻略がいよいよ見えてきますね。長野県家臣細野、政治64、知略60は捨てがたいですが、まあ処罰するしかないかな。勘弁。15代当主、あとは現当主ですかね。いや14代当主なんで先代か。政治66、統率51、知略59、教養61、まあそれなりに汎用的に使えそうな武将でしたが、まあこれも処断するしかないね。さてこれで安能津城を取ったので、安能津城も取れたこの先少し展望を確認しておきましょうか。じわりじわりと寄っていってるんですけど、次の攻略目標をこれで副地城に設定できそうですね。副地城の攻略ができれば、仮にですね、副地城の攻略は3つ4つ5つと城出せるな。安土岐阜、さらには清須、名古屋で今取ったあの津城と、5つの城から進撃ができるのでだいぶ楽になりそうですね。次の目標はあの津城に決定しましょう。ではそろそろ武将の配属とかをしっかりやっておきます。まずはこの 大道場ですね。ここに武将を入れておきましょう。岐阜から誰入れる。そうだな、まずは森綱は出せないので吉田、あとは後藤、賀茂、この辺りを入れておきますか。まあそれなりに信頼できる武将を入れておかないといけないですからね。であとはあの頭上ですね。あの頭上にも武将を入れていかなきゃいけないんですが、これそうだな、光秀は出せないんで川尻秀隆、浅野長政、あとは村井ですね。これを入れて、さらに名古屋からもあの頭上に武将を入れましょう。そこそこ使える武将がいいので、成政いいね、成政入れましょう。丹羽長秀もいいね。でそういう意味で言うと秀長は木下秀長は安土へと召喚します。これでいいかな。では一旦だけ時間を進めましょう。いや三好もまだまだ勢力拡大していってるね。朝倉軍が出てきてるか。ここは籠城戦だな。まさかね、信長が攻められるとは思わなかったですが、まあ、ただここは無難に守りきれるでしょう。朝倉がここで牙を剥いてきたか。ちょっと予想外に早かったですね。
あの図書に、ね、は庭長がちゃんと言ってないですね。庭長秀始め何人かの武将を入れちゃいます。で、あの図書自身は後移民をかけちゃえばいいかな。でお金はあまりないんですが、もう武器屋敷を建ててちょっとでもね兵数の確保をしていきましょう。で計略内容、これはもうこの先口上福知城からやっぱりね、祖母を引き抜きたいよ。まあダメだよね。荒木村重がどっか行っちゃってるってのも多少痛いは痛いですね、やっぱり。じゃあまた引き戻しておきます。それにしても朝倉討伐戦は早々に行いたいな。まさかこちらに戦争を仕掛けてくると思わなかったからな。ちょっと待ってね。あの頭上に人が入っていかない理由は何？完了してるよね。でこれで順次で委任できる？できるね。さっきまでなんかわからないけどできてなかったんだな。いやお金がマジでないわ。いやーお金ないと何もできないね。そうなると軍事行動に移らざるを得ないんだよね。ちなみにこの福知城を攻略するとなると数はそれなりに出ますね。ただ万全を期したいからな。朝倉義景、今ここで岐阜安土を開けてその隙に朝倉に攻め込まれるというのが一番嫌なんですよね。家康との同盟は絶対に継続なので、家康の方から延長してくれって言ってほしいぐらいだけどね。まあ、信長自ら迎えましょう。あの頭上か、攻略に手間取りそうだな。三好軍は打って出てきたということだな。まずは野戦で決着をつけよう。敵の軍勢の数多いね。9900。撃破して回りたいところかな。敵はただ動いては来ない。敵の本陣を狙うか。一旦兵を敵の援軍
いやー、敵はかなりの数だな。しょうがない、ここは退却しましょう。三好とまともに戦うとかなり辛そうだというのが分かりましたね。動員できる敵の戦力相当多いというのが分かったんで、いや本当に困ったな。三好が本当に思ったより全然強い。信玄か、どうする、ここは金を要求しとくか。もし利吉成の兵だけ出しておく。年久か。さて本当にどうするかだな。まともに三好とぶつかってもちょっと勝ち目がないなというのが分かったので、まずは浅井、朝倉、この辺りを攻略先に進めるか、もしくはですね、北畠。ただ北畠攻略するにしてもな、どうだ、3つの城から出陣か。一旦人当たりかけるか。これで桐山御所から兵が撃って出てきたといって、兵の数8300。まともに戦ってもかなりきついかなっていう感じはあるね。敵の動きもちょっと読めないし、とはいえだ。お任せくだされ。友則の部隊を叩くしかないね。敵の総大将を抑え叩き切れば一発逆転あるんで、でモンドリ打って城下になだれ込むと。本陣に戻られるとね、話にならないんで。いやー厳しいな。退却しよう。引きは大事ということでね。敵部隊壊滅いたしました。味方の部隊が壊滅いたしました。ヒルムナ、味方部隊壊滅。見ている。無駄に兵を減らす前に退却しよう。押し出せ。撃て撃て。さらに味方の本陣を狙ってきている部隊もいるね。退却。
やられたな、完全にやられましたね。いや本当に難しいな。三好を削るにしても北畑を削るにしても思った以上に敵の兵力が充実しすぎている。まあ、地道に内政をやっていくしかないのかな。今みたいなのを見せつけられちゃうと。本当はね、大筒とかを手に入れちゃえば、まあ言ってみれば手っ取り早いんですけどね。まあそれはだいぶ先になるんじゃないかなと思うんで、まあ今はある金を使って開発行為に勤しむしかないかな。ちょっと本当に考えていかなきゃいけないんですけど、武田とも事を構えることにしてしまったし、とはいえな、絶対に神保家とは事を構えたくないですね。そうなると浅井朝倉先に攻略するか、三好に突入するか。まともに戦っても勝てる相手じゃないんですよね。やっぱりそうなると先に北畑の桐山御所落として三好勢を包囲していくっていう方が現実的ですね。ちょっとその線で考えていきたいと思います。じゃあ時間が長くなりましたので今回は一旦ここまでにしてですね、まあ、日本の副王とも呼ばれた三好との全面戦争に突入していきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。